木戸川は、千葉県船橋市を流れると根川水系の巡洋河川である。船橋市南三崎付近、滝札駅の西側に源を発し、住宅地の地下を投入する。大穴南五丁目の高根台桜公園付近で、地上に出て、大穴地区と松が、丘との境界を流れ、南側に住宅地が広がる。大穴川を合わせると、大穴北、小穴町の境界となり、 三崎川と神保川を続けて合わせる。金堀町付近を蛇行し、八千代市との境界にて関能川に合流する。流路延長4151メートルのうち、地上区間2700メートルが、巡洋河川に指定されている。原流部は、高値台団地をはじめとする住宅街であり、市街化の進行に伴い下流部の水田地帯では、豪雨時に洪水被害を受けている。 2001年に台風15号の被害に遭い、これを受けて改修事業を進めるためよく2002年に一部が巡洋河川に指定された。それ以前より改修促進の要望はあったものの、千葉県管轄の官能側改修を待つ必要があったことからそのめどが立つまで事業化を見送ってきた経緯がある。2003年には木戸川整備計画懇談会が設立され、地域住民や 有識者等とともに整備計画が策定された。2007年度より順次河川改修を進めている。当初は2011年の事業完了予定だったが、国庫補助金の減額や用地買収の難航、そして千葉県道57号千葉鎌ヶ谷松戸線の協梁掛け替えに多額の費用を要することなどから2015年度まで延長された。改修前は、 河川幅が4から5メートルで、大半の区間に梁が渡されていた。これを15から21メートルまで拡幅し、時間交付量50ミリメートルに対応する。また両岸に幅3メートルの管理用通路を整備し、水生生物に配慮した低水路も設置するとしている。滝不動地区の生活排水の流出先であり、また地上に現れる高根台桜公園がかつては、 汚水処理場だった経緯もあり、河川水の汚濁も問題となっている。そのため浸透施設や簡易的浄化施設などの普及も織り込むとともに、市内では二重川に続く多自然型川づくりのモデルとして新たな浸水空間の創造を目指している。船橋市,市政懇談会記録11、船橋市議会会議録平成20年第1回定例会、 船橋市議会決算特別委員会会議録平成22年11月11日、船橋市議会会議録平成16年第1回定例会。ありがとうございます。